読む。一ついいか。何？命乞いの類なら今更聞かないよ。あいつら感染者のはずだったのに向こうは向こうで盛り上がってんじゃん。無性にムカついてならない。マリサを切れるならもはや何でもいい。じゃあ一時休戦でいいな。承知。よいきなり何をするの？嘘だ。今の私は生命力に一箇所役。あまりの衝撃に喋る力も失せましたかね。マリサ。なぜ貴様にこれほどのパワーが。なんだ？業務割と大したことないじゃん。怯えてて損したわ。ふむ。私の予想では霊夢さんが勝つと思ったのですが、どうやら先ほどまでの霊夢さんは見かけ倒しだったようですね。戦闘力3000ほどしかありません。何を言っているんだ。そんなはずはない。たかだか3000程度のやつと私が互角だと？挽回状態の今の私だか。あれ？気づいてなかったんですか？あなたの今の挽回は弱体化状態ですよ。いや、いきなり何を言って。そういえばあなたの挽回は判例と一つになるんだったわね。ニョンさんはここにいますね。つまりはそういうことです。よくその状態で霊夢さんと渡り合ってましたね。お前判例だったの？はい。無念。よし。こっちの用務は片付いたから次は灯籠の用務ね。そういえばそんな感じの話でしたね。よそはよそなのでそれはやめましょう。じゃあ何か？私残機増えただけで特に強化入ってないってことか？死ぬのか？このまま誰かの襲撃を受けて身を伏してリエンドか？わざわざこんな攻防しエフェクト使ったのにか？ふざけんなよ。紛らわしいことするんじゃねえ。油断しなければ用務にはやられないでしょ。それが分かっただけ今回はよしとしなさい。ニョン、私が挽回したらちゃんと融合してよ。それはできません。なんでさ？あなたの今までの素行を思い返してみてください。辻斬り。殴り込み。闇。それは。ね？窃盗、それはお前だ。逆恨みなんてのもありますよ。それは奴が悪いだろう。でも半分以上は私たちのミスです。そんなことはない？ひどいですね。おかげで私はこの様よ。最低のクズ野郎め。それはあなたよ。シュン。ヨウム、味方が欲しいか？話次第ではお前についてやってもいいぞ。今日に心もとないですね。なんならリスクの方が高いかもな。私マリサの研究に使うのがベストだと思うの。今それ。マッサオね。心配しなくても必要となる日が来たらちゃんと力になりますよ。残念だったな霊夢。いざという時はお前など敵ではないのだ。そういうところよね。いつになったら一人前になれることやら。無理だな。それはそうとヨウム。散々私にお前のガチャ引かせておいて一向に出る気配を見せないのはどういう要件だ。一体何の話だよ。トウロワの話に決まっている。もう私への要件終わったんじゃないの？世の中は常に動いてるものなのよ。この世界は1日に1、2分しか動いてない。やはりお前には相応の落とし前をつけさせないといけないことになった。そんな無茶苦茶な。これを見ろ。お前が出る前にお前のメイド服ゲットしちゃったんだぞ。どうすんのこれ。どうするってこの前私それ来たじゃん。誰もてめえの話はしてねえんだよ。いや私の話じゃないの。つうかお前仮に今出たとしてデフォー拝む暇ないじゃん。戦力的にもマリサやバッチェ様では走行ペラッペラなのよ。いい加減空気読んで出てこいよ。誰か助けて。いきなりどうしたんだ。ゲーム2度ハマりしてる話ですかね。私って走行薄いの？さあ私まだキャラとして出てないのでわかりません。分野ならその辺も調べとけよ。人にはそれぞれいて増えてがありましてね。昨夜さん、一度落ち着いてはいただけないでしょうか。にょーん。これが落ち着いていられるか。そんなに私が欲しいならこの場でゲットしちゃえばいいじゃないですか。急に何を。好きなんでしょう、私が。だから欲しいんじゃないんですか。にょん。誤解を生むような発言はちょっと。別にヨウムのことが気になるとか。そういうのとは。あれ？ちょろいな。思った以上入部でした。それはそうとヨウムには真の力があるのに私にはないのか。霊夢さんには空腹スキルの情報修正がありますよ。マジでか。どういう内容だ。また明日です。そんなんばっかやん。昨夜さん、少しは落ち着きましたか？私がヨウムに来いよ。そんなバカなこと。決してそのような噂ついた理由で。ただ純粋にヨウムガチャなんだからもうヨウム出てもいいよね。そんな気持ちで引いてたはず。あれ？そういえばチルノも入ってたわね。でもチルノは眼中にないから。つまり、あり？今回はダメなようですね。じゃあ本体ちゃんはどうですか？本体。正直あなたを呼ぶときどう呼んだものか困ってまして、自分で自分にヨウムさんでは違和感しかないですし。わかりやすくていいんじゃね？本体ちゃん。チクシャーちゃんとかエルオーちゃんとかそういうネーミング流行ってますしね。いいと思いますよ。本体ちゃん。あんたらに本体ちゃんに言われる筋合いはない。まあ、私の空腹スキルについての話するんじゃないのか。本体、腹立つからやめろ。心のどこかで本体のことが気になっていると。昨夜錯乱状態なんだよね。なんで本体の部分だけ変換されてんの？実は割と冷静だったりするの？一遍こっち向け。
ねえ今すぐ寝していい？腹はただ見えくり返ってきたわ。あなたには無理です。なら私に任せろ。迫力ロボと吹っ飛ばしてやるわ。やめてください。取材の邪魔です。少し静かにしていてもらえませんか？取材なら別にお好きにどうぞ。やめておけ。あることないこと書かれるぞ。よそと一緒にしないでください。そうだ。私の情報修正の話は結局どうなるんだ？また今度ですね。まったくもう。フラン、昨夜はまだ戻らないのか？コウマさんの再建がきっとも進まない。諦めなって。だけ、昨夜は。見てないわ。メイリン。うん。下級の。右腕骨折してるね。何したの？吸血鬼さん、あなたからメイドさんにうちで働かないか頼んでくれないかしら。うん。いい加減前置きはうんざりだ。とっとと私のアップデート内容を話せ。しょうがないですね。なんでお前自分のこと知らないの？腹ペコスキルの情報修正でしたっけ？ふっふっふ。どう情報修正されようが私には及ばない。次、昨夜さんの番ですよ。私にはお嬢様という存在が。でも、本体へのこのモヤモヤした気持ち。一体どうすれば。次行こう。で、なんだ？腹ペコがどうした？てかみんなお腹すいたら力落ちるだろ。なんで私にだけついてんだ？生きてるだけで常時デメリットじゃん。ほぼほぼ常時腹ペコ状態なお前の生活習慣がおかしいのぜ。ここで修正なんですが。満腹率に応じてプラマイ修正されることになりました。例えば満腹率 100% なら最大値の2倍まで力が出せるそうですよ。しかし 50% を下回るとどんどん力が落ちていく感じです。なんだ、デメリットはなくならないのか。それに綾の半分にも満たないじゃん。普段から腹ペコだしな。申し訳程度の強化措置だな。無理じゃん。結局未だに用務が引けない昨夜。マリサ、なんでついてくるの？久しぶりに本を借りようと思って。ちゃんとパチュリー様に断り入れなさいよ。なんで？ついてこんな。何派ともあれ解散となった。あら昨夜。入れ違いね。さっきレミーがあなたを探してたわよ。え、お嬢様が？なんでしょう？さあ、ずいぶん慣れてる様子だったわね。え、私何かまたやらかしましたっけ？まったく心当たりが。ちなみに今まで何をしていたの？今まで外出してました。メイドの仕事は？あいにく私にも重大な用事があったもので。そういえばお嬢様、再建かどうこう喋っていたような気も。明らかにそれよね。また話を聞かずに出かけたんでしょ。それで、今お嬢様はどちらに？レミリアさん、あなたのせいでモリア神社吹っ飛んじゃったじゃないですか。お金で私と諏訪子様はこのアリ様、おまけにカナコ様に至っては行方不明と来てます。どう責任を取ってくれるのか楽しみですね。何のことだよ、私には身に覚えがないぞ。私はロケットと閃光くらいしか記憶にないけど。間違いありません。私コウマ艦の模型が爆発するところを目の当たりにしましたもん。そうか、あれはコウマのテロ活動だったんだな。いやマジで何の話してんの？原因はともかく妖怪山で爆発が起きたのは間違いないよ。しかも2カ所で、うちだけじゃないんだな。あなた方の先輩特許だとでも思ってたんですか？おめでたい方ですね。さねえ、それは奴らの先輩特許でいいことだぞ。別に特許でもなんでもないわ。爆発には一層用心しないといけないようだ。さてと、これからどうしたものかしら。もはやうちの稼働率半減どころではないからね。メイリンもあのざまだし。誰にやられたのかしらね。こんな時にうちの投手は一体どこをほっつき歩いてんだろう。まったくですね妹様。戻ってきたら問い詰めないといけませんね。場合によっては抱きつかなければなりません。悟りがいないとこうも不便とはね。え？なんでまた私が？いいじゃない。どうせ今迫力老亡霊いないんだし、メイド服無駄にならなくていいし。あれ？用務だったり？はじめまして、ミョンです。どうも、フランドールだよ。本当は宴に文句つけてくるわね。昨夜もでしょうが。この私の愛が受けられないとでも。昨夜まだ錯乱中なの？本体ちゃん、普段と環境を変えることで身につくこともあります。いい機会ですから存分に活用しましょう。もうそろそろここでの経験も豊富になってきたよ。ミョンちゃん、あなたのメイド姿は初めてよね。素敵じゃない。いえいえ、それほどでもありません。ちょっとは照れたらどうなの？めちゃくちゃ照れてますよ。嘘つけ。ならこれでどうですか？喋り方が恥ずかしそうじゃない？やり直し。スパルタですね。